好奇心は学びの種です。すべての学びの根っこのところっていうかな、そこにはやっぱり何だろう、見たことない、知りたい、そういう気持ちがあるの。このスライドの子どもの顔、お子さんいる人、こんな顔を日々見ません？頭の中がものすごく回ってる時の顔ってこんな顔なんですよ。なんかこう目がくぎづけって感じでね。私は7年間校長やってたんだけど、まあ、それ以前も長く教員やってて、最終的になんか子どもが主語でいいじゃんって、子どもが主語のあったかい学校を作っていこうっていうふうに思って、まあ、いろんなことをやってました。まあ、前例踏襲を壊すっていうか、今までこうでしたとか、今までの学校ではっていうことを大概無視すると、なんか楽しくなることがいっぱいあって、今日はちょっとそんなことを紹介したいなと思っています。その話の前に、皆さん自分の好奇心の原風景みたいなものって覚えてません？好奇心を持ってこんなアクションを起こしたらこうなったとかね、それがもしかしたら昨日かもしれないし今朝かもしれないけど、私は物心ついて初めて今でも覚えてる好奇心の結果こうなったっていうエピソードがあって、それをお知らせしようと思います。画像はこれ昭和の台所って感じで、うちはうちの家業はね土建屋だったんですよ。ですので普通の家庭よりも大きな厨房があって、従業員の人のご飯とかお弁当とかを母とか、それから働いてる人が作ってた、そんな厨房での出来事です。まだ私は学校にも行かないし、多分幼稚園は私中退なんですよね。嫌いで、人生最初の教育機関といわれる幼稚園はやめました。まあ、そんなんで多分ね、もちろん学校にも行ってないし幼稚園にも行ってない頃だと思うんですけど、厨房の中に一つのね、食品添加物の入れ物があったんですよ。ちょっと見えにくいので、私今でも売ってんですよこんなの。こういうね、試験管に入ったサッカリンっていう、まあ、人工甘味料です。よく漬物漬けたりするときにね使ってたので、このね入れ物があって、今これプラスチックなんだけど、当時はこの画像にあるみたいにコルクの線がしてありました。小さい子どもは何センチとか何グラムとか、いわゆる数値という認識はありません。多分だって定規で測り方とか時計の見方も分かんないから。だから体で試します。お子さんいる人そうじゃないですか。何でも子どもって口に入れません？口に入れる前に匂い嗅ぎません？で掴んで掴めるかなとか、で掴んだ結果ね、カメムシが臭いとかね、掴んでみたら猫にパンチとかされたりとか痛い目にも合うんだけど、私これすごい興味があったんですよ。なんだろうって。いいですか、今はやりませんよ、子供だから。何をしたか大体想像つくかな。この試験管の線をサイズを見たくて鼻にちょんって入れてみたの。プリって入っちゃったんですよ。もうね、ほんとジャストフィット、なんていうの、オーダーメイド家具って感じ。なんかこれ親喜んでくれるかなと思ってお母さんに見せたくなったんですね。でこうやってやってるうちに奥に入っちゃったの。あ、ちょっとやばいことになったかな、どうしようかな、なんか取れなくなって、でこれこそ引っ込みがつかないってやつだね。それでしょうがないから母親に言ったんですよ。お母さんこれ入れたら取れなくなっちゃったさって。でもね、子供でも分かんないよ、こっち塞がっててもこっち大丈夫だから。だけどうちの母の顔色がその時変わったんですよ。で厨房のお手伝いに来てるおばさんと一緒に、さあまりちゃん、デパート行こうか、お買い物行こうか、そうだよおもちゃ買ってもらいなよとか言いながら、なんか車に詰め込まれて、お買い物とか持ってるとか、お買い物じゃなくて近くの病院連れて行かれて、で大人にこう羽交い締めにされて、で先生にこの細いピンセットでグリグリやられて、でピンセットからこれが出てきたと。教訓ですよこれは、私の好奇心の原体験としての教訓一つ、鼻に物を詰めるのはやめよう。二つ目、あんなに信頼してたお母さんも私に嘘をつくんだな。
この2つです。でも皆さん笑ってるけどありますよね。ちっちゃい時にとか、実は昨日とか、なんか好奇心からやってやらかしたっていうことって必ずあるですね。もうこれは学びなんですよ。よくトライ&エラーっていう言葉があるけど、これ誰かが違うよって、トライアル&ラーンですよ。やってみて、まあ良くも悪くもそこから学びがあります。この手を広げるポーズは子どもの世界なんですよ。もちろん小学校に行っていろんな知識を学んで、中学校に行って高校に行って、知識でさっきみたいなものの測り方なりね、いろんなことわかるけど、この何の知識もあんまりない生き物としてのこの子どものこのトライっていうのがすごく大事なんだなっていうことを思い出したりするんです。そんなふうに、まあ覚えていないやらかしもたくさんあったんだけど、学校とか保育、幼稚園に、いわゆるその教育機関に行くとね、このね好奇心を実はあんまり喜んでくれないっていうことが、なんかこう肌感覚で分かってくるんですよ。小学校に行って、小学校の先生が登校途中にトカゲとかを取ってきてはいけませんとかね、それから習ってない漢字を書いちゃダメとか、それから小学校の子どもとしてふさわしくないからこんな本を読んではならんとか、なんかやってみたいとか、なんかしてみたいよっていうことを、どっちかっていうと蓋をされるっていうか、そういう経験をなんかこう積んでいくの。そうすると、なるほど、あまり大人が眉を潜めるようなことは思っててもやらない方がいいんだなっていうことで、ちょっと忖度しちゃう。そんなふうに、子ども時代がだんだんこう中学生とかになっていくと、私はずっと中学校で働いてたんで、中学生の子たちが僕はとか私はとかっていう自分を自信持って主語で語れなくなっていく姿をなんかこう気になりました。普通はとか、みんなはとか、そっちが主語になるのよ。みんなはどう思うかなとか、先生に叱られるかなとか、子どもが持ってた知りたい、やってみたい、そういう気持ちが彼らが自身で蓋をしちゃう、そんな風景をたくさん見るようになりました。中学校の時に英語でこんなの習いませんでした？命令文と and、 それから命令文プラス or の構文っていうんですよ。一生懸命勉強 しなさい、そうすればお金持ちになれるでしょうとかね、それから遅刻しないようにしましょうとかね、さもなくばろくな人生を歩まないぜとか、そういうような命令文の and と or の、ことをよく言われましたよ。いや、自分も言ったんです。いい子にしないとサンタ来ないよとかね、ああサンタさん来ないわとか、秋田の子だったら生ハゲ来るぜとか、いろいろ言うと思うんだけど、そういうことしてたんだけど、もう今ね、世の中がものすごいスピードで変わってから、これも機能しなくなんです。じゃあ学校もこれやめようよって、もう私やっぱり自分もね、学校にフィットしなかったこともあるので、もう校長になったら、いや好き放題させてもらうじゃないよ、本質的なところを抑えようよって職員と話しました。だから今までこうだったとか、こうじゃなきゃきっとこうなるって、例えばね、遅刻ばっかりしたからろくな人生を歩まないって、あれ後から調査した人いないんですよ。見たことあります？小学生の時に遅刻を50回以上した子どもの後の人生とかって誰も調べてないから。だからこうに違いないとか、勝手な憶測だったりするので、そういうものについてあまり考えなくていいんじゃない、のびのびできるように、大人も子どもも自由にできるようにしようよって。ここに映ってる図書室って、これラブレターっていう映画 のロケ地だったんですけど、茶色くてね、あんまり人も来なくて、だから白く塗っちゃったんですよ。で、上 の壁画はこう生徒が描きました。ちっちゃいのを描いて拡大コピーをしたんですね。で、みんなそうやって塗ると綺麗になると遊びに来るんですね。で、校長室の前にはこの怪しいウサギのポストがあるんですよ。ここにお手紙とか、なんかしてほしいこととかって、こう変えたいよ、学校変えたいみたいなことがあったら書いてねって言うと、その代わり私に言ったから変えてもらうとかなしだからね、私はサンタクロースじゃないし、
笠地蔵でもないし、いい？君たちの願いを叶えてくれるなんてそんなわけないじゃん。その代わり君たちこの学校にいて、ここは不便だ、ここは理不尽だ、変えてほしいっていうことは声を上げて、変え方を大人が教えましょう。アンケートを取んだよとか、生徒総会に兼ねてみたらとかね、そういうふうに、これは私がじゃなくて、学校の大人たち、担任の先生も副担任の先生も養護教員の先生もみんながやるよって、偉い人に頼んで何とかなるなんて思わない方がいいよ。手紙は結構入ります。そして実際学校は変わりました。例えば校則なんかもすごく自由になったし、で今ここに映ってるのはこれ文化祭なんですよ。くしくもね、コロナになりましてね、で学校もすごい長いこと休みになったし、でやっちゃいけないことがすごく増えたんですよ。一つ、歌を歌ってはなりません、飛沫が飛ぶから。笛を吹いてはなりません、飛沫が飛ぶから。友達と向かい合ってご飯食べちゃダメです、感染するかもしれないから。できないことがいっぱいになりました。さあ困ったねって言ってたんだけど、やっぱりね、私自分の学校ね、一言で言うと放牧学校って言ってるんですよ。放牧ご存知ですか？あちこちで草はんだりね、ここに寝転がったりしてる牛や馬がいる牧場の景色ですよ。ビジョンがちゃんとしてれば何してもいいです。私は管理しないから、そもそもめんどくさいからって言ったんです。だから先生方の授業のやり方だの何だのってごちゃ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 あんまり管理はしません。余計なことはなるべくしません。ただし子どもたちの考えとか、やっぱり自分がやりたいことがちゃんとできるとか、世の中を変えられるっていう実感する子どもを、やっぱりその根っこを作ってほしいから、そこ頑張ろうぜって話をしました。でこの文化祭は結局一言で言うとパフォーマンスデーって言うんですよ。自分がやりたいことを仲間を募って、もしくは一人 でクラス単位関係ありません。学校ってね、何でもクラスで協力しようとか心を一つにとか言うけど、そんなことしなくて、それが辛い子がいっぱいいるから。だから生徒には言うんです。クラスって言ってもこれは大人の都合で作ったものだからね、一クラス大人の都合で、君たちここに同じ年の子がこの辺に住んでるからこの学校に入れたのよね、ここで心一つにと言われても困る子もいるよね。みんなどっかに行くときに、電車に乗ってるときに、知らないおじさんやおばさんが、この車両に乗ったのも何かの縁だ、心一つに頑張ろうじゃないかって言われたら困るよね。だって、ね、電車に乗り続けることは目的ではなく、それぞれの目的地に行くことが目的なんだよねということです。ですからこの写真の中には、実は学生服を着て歌を歌ってる教員もいるんですよ。生徒が、先生ピアノの連弾一緒に頼みますよとか、バンドやりたいんでドラムお願いできますかって、フラットに OK が出せて、こんなのはダメとか、それから学校ってなんかコンクールとか好きなんだよね。でもコンクールもいりません。みんなで何かをこう仕上げるとかね、なんていうのかな、歯車になれと教える学校じゃなくていいんじゃない、これからは。それからインセンティブがないと人間って動かないとか、そんなこと学校で教える必要ないじゃん。やっぱり話をすることじゃない。私だからね、子どもたちが何かやらかしたり失敗しても、そんなガヤ起こんないです。え、ねえねえねえ、何があったの、教えてくれるって言ったら、いや実はちょっとなんか喧嘩しちゃってとかっていう時にも、なんでそうなったのかで、どうしたいって聞くん。そうすると、いや、やっぱりちょっと謝っとこうかな、そっか、じゃあちょっと話してみたら、なんていうふうに対話ですよ。子どもバカにすんなって、これは私の学校の職員はみんな思っててくれて、それがすごい幸せでした。子どもバカにすんなって。で、子どもたちには他人の自由、僕の自由、あの子の自由、お互いの自由を大事にしようね、自由の相互承認という言葉を言ってますよね。そんな風な学校に、だから自立、承認、創造、この3つ学校教育目標というふうにしたんだけど、これがゴール、あとは放牧ですよ。こんな風にしていきました。なんか不登校がいなくなったんですよ。
学校に来ない子、今30万人ですよ。旭川の、あの一つの人口、港区の人口30万人、今日本で30万人の子が不登校になっています。なんでとか、子どもたちが家庭がとかいろいろなってるけど、ちょっと簡単な話、学校が変わればいいんですよ。学校がやってきたときに細かいことでごちゃごちゃ怒んないで、あんたがここにいることが私たちは幸せなんだよ。何かができるとかできないとか、条件付きの評価じゃなくて、君がここに生きて学校にここに来てくれること、これが嬉しいよって。でもこんなこと言っても、教育ってね、高いところから偉い人が立派なことを言っても届きません。私いつも言うんですけど、結局はすごくローカルでドメスティックな活動なんですよ。私たちが手を伸ばして、または駆け寄って肩を抱いて、大丈夫だって、次もあるさ頑張ろうとかね、よかったねって、頑張ったじゃんっていうふうに言ったり、そういうことがしてあげる人がいれる、そんな距離、要するにこの距離なのよ。この距離でしか、それからなんかこう親身に話を聞いて、この人とならって思ってくれる間柄じゃないと教育はできません。じゃあどうするの。みんながこの距離であったかい人になればいいんでしょ。自分の子供だけじゃなくて、地域に歩いてる子供でもいいじゃないですか。あったかい目線で、失敗してもよかったね、なんか新しい学びがあったじゃんっていうふうに言ってくれる、寛容でフラットで大人も子どもも共に生きる場、そんな学校にねしたいななんて思ってたら、ちょっとできました。こんな学校やってみませんかっていうことを今日は話したくて来ました。どうもありがとうございました。